はい、ね、投げてくださいね、はい、はい、お願いします、はい、ということでね、頑張っていこうって言ったんだけど、昨日さ、何したやん。来たね。明日のライブの待ち合わせ、16時に中野駅で一緒に行こうね。来たね。なんて返した。了解って言ったよ。冷たくない。あ、いや、了解っていうその一言冷たくない。いや、そんなもんでしょ、コンビ間のやりとりなんてさ。いやいや、こっちはね、今日のライブ楽しみにしてきてんのにさ、こっちの思いに応えてなくない。いや、別に俺も楽しみはしてるけどさ、でも答えるとかそういうのじゃないやない。楽しみにしてるやろ。やったらその思いをさ、言葉にしてよ。はぁ、どんな思いも言葉にしないと伝わんないんだよ。女子か、お前なあ。おったわ、そういう元カノが昔。だからどうなん、私のことどう思ってんのってめちゃめちゃ問い詰めてくるやつ。そんで最終的にそいつのことめちゃめちゃ嫌いなんて別れたわ。嫌いな。嫌いよ。もうここまで来たら嫌い。ダメ。はぁ、ダメ。じゃあダメとかないから、こっちの問題よ。好きって言って。はぁ、好きって。いや、舞台上で君何言ってんの。どんなに思っててもね、たまに好きって言ってくれないと押しつぶされそうになる夜もあるんだぞ。潰されとけ、お前もはや。潰されたいから、ちょっとええやろ、お前も。そうやってサボると、どんどんこっちの気持ち離れてくよ。もう離れてってくれていいよ。離れてくらいでちょうどいい。だからね、例えばね、今日のこのライブも終わったらさ、LINE するやろ。あ、一方的に来る、お前の LINE ね。ね、今日のライブお疲れ様、今日のライブどうやったって来たら、なんて返す。いや、お疲れ、今日よかったね、またよろしく、これでええやろ。もう全然わかってない。いや、わかるわかるじゃなくて、ええや、LINE やりたい。褒めては褒めてって何。彼女やったら褒めるやろ。彼女やったよな。ね、今日のワンピ似合ってたねとか、髪型変えて可愛くなったよって褒めるやろ。褒めるけど。じゃあ褒めて。いや、それは彼女に用いることだって、お前に用いることじゃない。今日のライブの良かったとこ褒めて。梅雨入りにして、ね、足元悪い中来てるお客さん、ちょっと来るまでにちょっと体力使ってね、ああ、ちょっと疲れてるかもしれん。ああ、でもこうやって大声出して頑張ってるお客さん笑ってると思って、ね、褒めるとこ探せばたくさんあるよ。あんま自分で言うことじゃないんだけど、それは褒めて。まあまあ、じゃあ分かった分かった。じゃあ今日ライブ終わったら、ああ、お疲れ様、今日テンション高くて雨の中来てくれたお客さん、テンション上げて必死で盛り上げようとしてくれたね、そういうところ良かったよ、またそんな感じで頑張ろうね、これでええよ。気持ち悪いな。気持ち悪いな。いいやん。自己満足。いいやいいや、あるやん。気持ち悪い。そしたらそれに関して公開ですよ。ハラチ、お疲れ様。今日の最初のツッコミ、ちょっとタイミング早かったので、もっと遅い方がいいと思います。もっと勉強してください。いや、なんで俺だけダメじゃん。どうも。